そなたはわらわの進化であり、わらわに触れて、わらわの幸運にあやかりたいのかついにここまで来てしまったのか。わらわが成人したら。 そなたは、そなたはわらわの伴侶となるのだ。こうすれば、そなたへの借りを返すことができよう。わらわが恥を忍んで言うたのだ断ることは、絶対に許されるぞわかったかわらわは完璧な人間である。<laughs> これは盲言などではないぞ。進化と、治める全ての民を完全に超越しなければ、心の底からの信頼を得ることはできぬ。残念ながら、我々の現在の状態は完全体ではない。故に、頼れるのはそなただけなのだ。進化よちゃんと我々の面倒を見ろと言うておろう何度も言っているように。 わらわは成長途中のチゴであって、お子様ではない。なぜわらわの食事がいつも、お子様ランチなのだ。わらわに触れて、わらわの幸運にあやかりたいのかいいぞ、許そう。どうだ、そなたの感想を聞こうか。肌がすべすべで、つまむと柔らかい、だと どのような評価なのだ、それは。わらわにはまだ実践を指揮した経験はないが、わらわへの暗殺、攻撃、貶める行為には数え切れないほど勝利してきたぞ。わらわは,は一人でいるときか、そなたといるときのみ、心身ともに安らげるのだ。 そなたは進化としての役割を十分。わらわにこんなにも成長の余地があるなんて。わらわが、親族以外とこんなにも親しくしたことはないぞ。そなたはわらわの進化であり、ついにここまで来てしまう。わらわに触れて、わらわの幸運にあやかりたいの。わらわに触れて、わらわの幸運にあやかり、わらわは,は完璧な人間である。<laughs> 進化よちゃんとわらわの面倒を見ろと言うておろう わらわにはまだ実戦を指揮した経験はない、そなたは進化として、わらわにこ、わらわが、そなたはわらわの進化で、ついに、ここも、ま、わらわは完璧な人間である。<laughs> 進化よちゃんとわらわの面倒を見ろと言うておろうわらわにはまだ実践を指揮した経験はないが、わらわへの暗殺、攻撃、貶める行為には、数えきれないほど勝利してきたぞ。 わらわは、そなたは進化としての役割を十分に果たしておるからな。 まさかわらわに同行を命ずるとは、肝の据わったやつだな。ならばわらわはその勇気を称え、そなたの望みを叶えよう。わらわは完璧な人間である。ふふ。これは盲言などではないぞ。進化と、治める全ての民を完全に超越しなければ。 心の底からの信頼を得ることはできぬ。残念ながら、わらわの現在の状態は完全体ではない。故に、頼れるのはそなただけなのだ。真かよちゃんとわらわの面倒を見ろと言うておろう何度も言っているように、わらわは成長途中の稚ゴであって、お子様ではないなぜわらわの食事がいつも、お子様ランチなのだ わらわにはまだ実戦を指揮した経験はないが、わらわへの暗殺、攻撃、貶める行為には数え切れないほど勝利してきたぞ。わらわは一人でいるときか、そなたといるときのみ、心身ともに安らげるのだ。本日は、何かわらわに報告することはあるか 本日は、何かわらわに報告することはあるか食事の時間だ。ついて来い。<ん>何をしておるのだそなたは同席し、わらわの食事の世話をせよ。わらわの身と朝廷の未来を考えるなら、遅くまで仕事をするでないぞ。 わらわは完璧であり、万物を滑る皇帝となることが定められている。しかし残念ながらわらわはまだ幼い。ならば今は一人の、ウェイアンという少女として、そなたのそばにいることとしよう。わらわの唯一の進化として、そなたの背負う責任と、わらわを可愛がるという使命は、誰も取って変わることはできぬのだ。 我々自ら軍を引きよと <laughs> 良いだろう。敵軍の肝を冷やしてやろう。きっと逃げ返ってしまうであろうね。我々自ら軍。我々の名のもとに命ずる。全てを蹂躙するのだこれで、我々の進化を困らせる問題は解決したわけだな。我々は,は満足だ。 これで、ワラわの進化を困らせる問題は解決したわけだな。ワラわは満足だ。ワラわ,わが迂闊であったというのか。次こそは共に挽回しよう。皇帝にとって武力は必ずしも必要ではない。しかし、進化が必要だというのなら、ワラわはそれを受け入れよう。 わらわに触れて、わらわの幸運にあやかりたいのかいいぞ、許そう。どうだ、そなたの感想を聞こうか。肌がすべすべで、つまむと柔らかい、だとど、どのような評価なのだ、それは。凡人の苦労を知ることも。 上に立つ者として当然のこと。必ずや乗り越えてみせよう。良い蜜ぎ物だな。わらわは満足である。良い蜜ぎ物だな。わらわは満足である。おお、まさか、こんなにもわらわの気に入るものであるとは。そなたは、わらわの好みをよくわかっているようだな。 そなたは進化としての役割を十分に果たしておるからな。わらわは満足だ。ただ、わらわへの尊敬の念が足りぬ。わらわをただの少女として接しておるからな。まあ、今はそれでもよい。今後はそなたに、わらわの能力を見せつけてやろう。そなたは遅かれ早かれ、心からわらわを尊敬することとなるだろう。 わらわにこんなにも成長の余地があるなんて、思いもしなかったぞ。うん。今となってはそなたに、教育者としての才能があることを認めざるを得ないようだな。これからもわらわを育てるという大仕事は、そなたに任せたぞ。わらわが、親族以外とこんなにも親しくしたことはないぞ。 そなたは、どのような褒美を望むいや、そなたが欲しいのは、そのようなことではないな。今のわらわには、ぼんやりとだが、そなたの考えていることが理解できるのだ。そなたはわらわの進化であり、家庭教師であり、今は保護者でもある。しかしそなたは、 木があれば進化として一線を越え、身の程をわきまえない発言を繰り返す。ならば、わらわは,は一体どのような態度で接すればよいのだ。わらわにこ、